ちは、海でーす。はい。今日はですね、今私がハマりにハマりまくっているちょっとゲームの話をしたくって、一本動画を回しております。今日お話ししていく作品はこちらです。ダダン。英雄伝説ゼロの奇跡回です。はい。初めて私、奇跡シリーズで遊んでおります。で、ずっと奇跡シリーズの、名前は知ってたんですよ。なんかそのさ、知り合いがさ、奇跡シリーズで遊んでることを知ってたんですけど、でも、私自身がなんか買ったりとか、遊んだり、したことはなくて、なんだかんだなんか触れにくいなと思って、ずっとそのままにしてたんですが、まあ、おすすめなんですかって何人かに聞いたら、まあ、その何人かとも、この、奇跡シリーズをね、私に押してくれたんで、よっしゃ、じゃあ遊んでみるかっていうことでね、購入しました。で、一本遊ぶならシリーズでドンとまとめて遊びたい派なんで、大人買いしております。ででん。こんな感じでーす。はい。本当は、私今、ゼロの奇跡から始めてるんですけど、空の奇跡っていうやつがね、三部作になってて、それが一シリーズ目だそうなんですけど、ゼロの奇跡から始めてもね、いいよっていう風に言われたんで、ゼロの奇跡から始めてます。で、まあ、たまたまお店に行った時になんかゼロの奇跡があったんで、まあゼロの奇跡から始めたっていうのもきっかけになっております。なので当分はこのねゼロの奇跡で遊んで、ゼロの奇跡が終わったらこの青の奇跡で遊ぼうかなというふうに思っております。これの続編がこれらしいです。はい。でね、なんか私がさ今これ始めて、であっという間に今ゼロの奇跡の4章、多分この動画上げる頃にはこのゼロの奇跡終わってそうなんですけど、今これを撮っている、5月のゴールデンウィーク真っ只中は、第4章になっております。はい。で、まあなんでこんなにハマっているかっていうとね、キャストがもうマジでめちゃめちゃに最高なんですわ。はい。でね、かねてから、まあ、乙女ゲームの動画とか、他の動画とかで、私の最推しの、まあ、声優さんは、三木真一郎さんですって言ってたんですけど、パーティーキャラに、三木真一郎さんがいらっしゃいます。はい。このね、パッケージの、この赤毛のキャラクター、ランディ・オルランドっていうね、キャラクターが三木真一郎さんで、で、あのさ、3章、深くは言わないんですけど、3章の、終わりの、三木真一郎さんが、もう、どちゃくそかっこよくないですか？私、多分、それをやってたのが、夜中の1時半ぐらいかな？ 1 時か1時半ぐらいなんですけど、もう、あまりにね、いいシーンすぎて、いや、もう、次の日仕事だし、そろそろ寝ないといけないなぁ、なんて思ってたんですけど、あまりにかっこよくて、びっくりして、めっちゃ目が覚めました。はい。でも、次の日の仕事ではね、まあ、普通に社畜してたんですけど、マジでもう続きやりたすぎても仕方なかったです。でね、あとね、私石塚雲翔さんが好きなんですよ。で、テイルズ・オブ・リバースとかでもさ、ユージーン隊長めちゃめちゃ好きなんで、このね、もちろん、パッケージには出てないんですけど、石塚雲翔さんが演じてる、セルゲイ課長、めっちゃ好きです。3章の終わりのセルゲイ課長も、マジでめちゃめちゃ良くて、本当に俺得すぎると思いました。で、あとはさ、まあ、主人公のね、ロイドの声が、柿原哲也さんなんですよ。で、この主人公ロイドの、お兄さんがね、まあ、ガイっていう男の人なんですけど、ガイの声が、キャスト情報見てないですけど、多分声的に小西さんなんですよ。めっちゃグレン・ラガンやんと思って。で、私好きなアニメ何かって言われたら、もうパッて出てくるのが、まあ、金田一、そして、グレン・ラガンなんですよ。もうグレン・ラガン、学生時代サントラ買ったぐらいめちゃめちゃ好きなんで、小西さんが兄貴の、弟分が、柿原さんっていうのは本当に最高かよと思って、もう序盤からわー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 言ってました。で、このね、奇跡シリーズググってみたら、どれもキャストがめちゃめちゃ豪華で、
で、ゼロの奇跡に関しては、出てくる、もう本当に、キャラ一人一人、あ、これ、あの人だ、あの人だってなって、もう新しくキャラが出てくるたびにも大盛り上がりをしております。で、あとは、個人的になんかツイッターでもこの間つぶやいたんですけど、まあ、ヘイユエっていうね、まあ、マフィアがいるんですけど、そのマフィアの、まあ、ツァオだっけなっていうキャラクターがね、声が平川大輔さんなんですよ。平川大輔さんの声も大好きで、もう、ツァオの初登場シーンで声聞いて、うわ、平川大輔さんここに持ってくる、この、日本ファルコムさんのこのセンスやばって思いました。で、なんか、その、ツァオが喋るたびに、本当に平川大輔さんのいい声が、しかもめっちゃハマり役で、最高かよと思いました。で、決してメインじゃないキャラクターなのに、こんなにハマってる、まあ、こんなに豪華な声優さんを起用されてる、この作品めっちゃ面白いなと思いました。で、あとはね、他にもまあ出てくるキャラクター、まあ、森川さんだったりとか、あとは、なんだろうな、で、アリオスでしょ？で、まあ、前の、空の、奇跡のキャラクターの、まあ、サイガさんでしょ？サイガさんもすっごい好きだし、で、あとは、ちょっとキャラクター名を忘れちゃった。森田正和さんが出てきた時も、わ、森田さんじゃんってなったし、で、あと、浅野真澄さんとかね、出てきた時めっちゃ盛り上がりました。一人で。はい。もう本当にね、これからどんなキャラクターが出てくるのかワクワクで遊んでおります。で、一応予定で言うと、これでね、とりあえず全部遊ぶ予定で、これが終わったら、これで遊びます。この続きですね。英雄伝説青の奇跡回っていうやつ。これもね、多分めっちゃ良さそうなんですよね。さっき言った森川さんが多分パーティーキャラクターに入りそうだし、あとはその皆川純子さん。もう本当にね、今バイオの RE4 めっちゃ見てるんで、まあ、皆川純子さんもね、プレイヤブル、和治くんがプレイヤブルキャラクターで入ってきそうだし、で、さっき言わなかったんですけど、名前忘れちゃった、ノエルかな？ノエル総長の浅野真澄さんがなんか使えそうだったりとか、あとは、名前忘れちゃった。一家の、中井和也さんが演じてる、まあ、キャラクターがあるんですけど、まあ、そのね、キャラクターも使えそうだったり、もう、とにかく期待しかしていないです。はい。で、ここのね、くぎみやさんの、くぎゅうのね、キャラクターが乗ってたりとか、もう本当に声優さんが豪華で、声優オタクの人はもう、絶対やった方がいいなって思ってる作品です。で、一応、これが終わったら、過去作の、空の奇跡の3部作をやって、で、この、千の奇跡。で、千の奇跡ね、1、2、3、4、4部作あるんですけど、1は、ちょっとプレステ3で、400円くらいだったんで、中古で。なので、プレステ3で買ってて、で、2はね、私、今借りてるやつで家にあったんで、2はそれをやります。で、3、4はね、プレステ4で発見したんで、プレステ4で、遊ぶ予定になっております。で、その後またね、他に出てる始まりの奇跡だったりとか、最新作とかもね、触れていきたいなと思ってるので、当分ね、奇跡シリーズで遊ぶんじゃないかなと思って、今からもうワクワクしてます、これ。どうだろうな、今からやろうと思ってるのが、まあ、こんだけ最、あ、これプラス、まあ1本あるんで、5本か。全部で5本のね、RPG をやろうと思うと、一体、どれだけかかるんだっつうの。6月にしかもね、ゴーストトリック出たりとかさ、何なんだっけ、スパイクチューンソフトの新作が出たりとかさ、その辺も遊ぼうと思ってるのに、マジで体足りんわって思っている所存です。はい。で、乙女ゲームもね、積みに積んでる、乙女ゲーム購入品の動画で購入したものがもう全く遊べていないので、ちょっとその辺も触れていきたいし、結局購入した女神転生も、女神転生も4本ぐらい今積んでるんですけど、遊べてないんで、ちょっとね、サクサク遊んでいきたいなと思います。とりあえず、もうこの奇跡シリーズマジでめちゃめちゃ楽しいんで、声優オタク本当に遊んでほしい。もう最高っていう動画でした。定期的にね、多分1本終わったら感想だし、1本終わったら感想だしっていう風にしていくかと思います。
はい、今日はね、ちょっとこの感動を伝えたいがために動画を回しました。ちょっとでもね、この作品気になっていただけたら嬉しいです。じゃあ、今日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。